をちゃんと合わせていこうと思って、インスタっぽく映えるように。だからトロピカルっていう系統にしようかなと思って、今トロピカル改革中です。 But now it not now thank you ファールチップってなんだろう、なんだそれは。ファールチップってなんだろうね。トロピカルジュース飲みたい。美味しいよね、美味しいよね、トロピカルジュース。いや、あんま好きじゃないけど好きじゃないんかいっつね。めちゃめちゃんこめちゃんこ可愛いネイルチップがね出来上がる予定なんです。こんばんは、こんばんは。三人かな。でで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 で。完璧。好き嫌い真ん中はあるの。迫られるにかく。量産型似合う。本当に？やった。で量産型メイクしてこうやって写真撮る。ネイルできた。ネイル完成したら。久々に来たら相変わらず自由なトークで、これからもっと自由なトークしていくからではですね、今日の学校で会ったことを話したいと思います。私あの科学と人間生活っていう授業で水飴を作ったり、あのお赤飯を食べたり、おせんべいを食べたり、あとね、あと何食べたっけ、バターを作って食べたり、パンを食べたりしてるんです。で本日ね、1時間目が探究、創造探究っていう授業だったんですけど、今日の担当の先生が科学と人間生活の先生だったんですよ。でなんかプリントをね、その自分ら D 組の方に配りに来た時に、先生が超満面の笑みで、ちょっと D 組今日さ、ちょっと科学と人間性がさ豆腐作るからってめっちゃ笑顔で言われたのね。そう、豆腐作るから家庭科室来てって言われたの。もう科学室でも何でもね、家庭科室にひなたちはね豆腐だと思いながらウキウキしながら向かったわけですね。そう、本日はお豆腐を作りましたそう、なんか大豆、タンパク質で大豆の勉強をするっていうなんていうの、するっていうあれでお豆腐を作りました。豆乳とにがりをひたすらブクブクしてお豆腐を作ってポン酢で食べて美味しいねって言いながらひたすら1時間過ぎていきました。そうでね、先生にね言ったの、先生に言ったんですよ。私昨日配信でバター作ったんですって、あの歌人でやったんだって言ったら、あの皆さん見たいって言ってくれたので、ちょっとバター作ったんですよって言ったら、先生めっちゃ機嫌良くなったの、超機嫌良くなったのねお作ってくれたんかみたいな、お家でも作ってくれたんかみたいな感じで、めっちゃ機嫌よくなったの、その先生が。でさ、その先生 D 組のことめちゃめちゃ大好きなんですよ。本当に超超超大好きで、なんか他のクラスは2年生とか科学と人間生活がないんですよ。1年生の時はあったんですけど、もちろんそんな勉強してなかったんですけど、だから実質 D 組だけがそういう料理とかをね楽しんでるんですけど、あのお豆腐の料理って言ったらさ、まあいろいろあるけどさ、麻婆豆腐とかさ、いろいろ、あの豆腐ハンバーグとかあるけどさ、あの D 組メンバーはこう思ったわけですよ。これワンチャン頼んだらすき焼きとかいけるんじゃねみたいなすき焼きとかもしかしたら、す
き焼きの豆腐とかで肉とかを入れていけるんじゃねってねなったんですよ。だからね先生に言ってみ、そう先生超機嫌悪くな、悪くない機嫌超良くなったの、なったからもうタイミングを見計らって、そうタイミングを見計らって先生明日すき焼きしたいですって言ったのみんなで、そしたらおおするかって言ってくれて明日の科学と人間生活3時間目すき焼きしますすき焼きします、楽しみです。おもろいよね本当、何の授業やねんってなるけどねそう材料は先生の自腹です。ノリがいい、そうノリがいいでしょ、そうなの生田は生田で、よかった生田おじさんだ、そうですよすき焼きをねやるんです、お鍋でグツグツしながら、とりあえず豆腐作るところから始めなあかんけどね、豆腐作って豆腐係とすき焼き係に分かれて楽しみです。先生奮発してくれって言ってたからな、どうだろうな、何人分つくの、先生だって11人なんですよね、部屋のクラス10人だからさ、そうすき焼き楽しみだなじゃあ聞いて、部屋たちもダメ元で言ったんだよ、ダメ元で、まあ、無理やろうけど、まあ先生今超機嫌いいからワンチャン行ってみるみたいな感じで、先生すき焼き食べたいですおお作るかーっつって言ってくれました、イエーイイエーイ、まあ、家庭学習はね割と結構何でも揃ってるし、あと D 組って人当たりもいいけどなんかリアクションがすごい、リアクションがすごいいいらしいんですよ先生からして、なんか例えば先生があの昔あった面白い話をしても他のクラスはなんか寝てるか黙ってるかみたいな感じなんだけど、もう D 組大爆笑するし、もうなんかリアクションが大きいんですよめちゃめちゃ、だから先生もやってて楽しいんだろうなと思って先生もやってて楽しいんだろうなと思いながらそう明日はねすき焼きをします。3時間目にすき焼きでさ、4時間目挟んでお昼だからさ、明日はメロンパンだけでいいかなとか思ってる、楽しみルンルンそう、あとね今日クッキーを持ってったんですよ学校に、昨日あの私入れて10人なんですけど、だから10枚クッキーを持ってったんですよね、どんぐらいだろう、こんぐらいのハートの形のこういうこんぐらいのハートの形のクッキーを持ってったんですよね学校に。で朝学校着いたらおいあのあれチョコにしてはちょっとなんか薄いのと思ったら焦げておんかいみたいな感じで言われてもうしないから、もうそのノリしないからよ絶対、もう無限ループになっちゃって話止まんなくなっちゃうからほんとダメだよそのノリは、何の形とか聞かないのこらそうでね、持ってったんですけど私の分も入れて持ってったんですよね、みんなの前で開けたのが間違いだった秒でなくなった秒でなくなりました、
3秒ぐらいでなくなった。そうですね、3秒ぐらいでなくなりました。口紅美味しい、美味しく、美味しいとはやばだった、美味しかったって言ってくれた、イエーイ。そりゃそうだよね、ヘアちゃんが作ったんだもん。だって美味しくなかったらおかしいよ。そう、見た目も味も素晴らしいということでちょっと焦げてるやつは持っていかなかったのでねちょっと成功した可愛いやつだけを持ってったので、だから それは先生にすき焼き作らせてやばくない、やばくない、本当。だってさ、初っ端からなんだっけな、あと何作りたいかなえ、なんかさ、絡ませなあかんから、やっぱシンプルにバター使ってお菓子作りしたいよねシンプルに、シンプルにバター使ってお菓子作りしたいよねと思って。先生はひなたちのためなら朝から奥さんにお赤飯を炊かせる先生なんですなんかもち米じゃないですか、お赤飯って。だから普通のご飯ともち米とゼンマイと16穀米を集めて、その朝から奥さんに何種類かのお米を炊かせた先生なので全てタッパーに持ってきてくれて、こんばんは、こんばんは。奥さんも大変ですよで、生徒のために今日もにがりと豆乳2本とポン酢とおネギと買ってきてくれて